悪魔を崇拝する新マルクス主義者たち欧米でストリート革命が流行していた1960年代若者の無知純朴さ理想論を軽蔑する人物がいた真の過激派はもし挑発がコミュニケーションの妨げになると分かったらその髪を切る過激派活動家として知られるソウル・アリンスキーの言葉である アリンスキーは本を書いて学生を啓発し彼の理論を実行させ何十年にもわたり社会に影響を与えた有毒な共産系先導者である彼はレーニンやカストロを崇拝する傍ら悪魔を公に称賛した彼は著書過激派のルールの謝辞で述べている私の背後で見守っている最初の過激派への謝辞を忘れないために全ての伝説神話歴史 どこで神話が終わり、どこで歴史が始まったのか、どっちがどっちかを誰が知っているだろうか、から、体制に反抗し、それを非常に効果的に実行したために、自分の王国を勝ち得たとして、人類に知られている最初の過激派、ルシファーへ。 アリンスキーが共産系と言われるゆえんはつまり1930年代の政治的な旧左欲や1960年代の文化的な審査欲と異なり彼は自分の政治的理想を語ることを嫌ったからである彼の世界観は持てるもの少し持つがさらに欲しいもの持たざるもので構成され彼は 持たざる者に働きかけあらゆる手段を用いて持てる者に反抗し富と権力を奪い完全なる平等な社会を実現するよう提唱したその一方で彼は既存の社会体制を破壊することを奨励した彼はポスト共産左翼のレーニン、あるいはその孫子と呼ばれた 1971年に出版された過激派のルールの中でアリンスキーは独自のコミュニティ組織論を提唱した主な手法は中毒になるほど長引かせるプレッシャーを与え続ける脅迫は通常それ自体より恐怖を与える嘲笑は最も強力な武器である 標的を絞りそれを凍結し個人化し二極化させる彼のルールとはつまり悪辣な手段を用いて目的を達成し 権力を握るることである彼の冷淡なコミュニティ組織論は実社会で適用された時その本質を表したベトナム戦争が進行していた1972年アメリカ国連大使ジョージ・ブッシュがテュレーン大学で演説した時のことである反戦の学生たちがアリンスキーに意見を求めると彼は従来の抗議を行っても退場させられるだけだと述べた そこで彼は学生たちに KKK のガウンをまといブッシュがベトナム戦争を擁護したらプラカードを掲げて KKK はブッシュに賛同すると叫ぶよう勧めた指示通りに行った学生たちは大成功し多くの注目を集めたというアリンスキーとその追随者たちは少なくとも2つの抗議活動を成功させた 1964年、シカゴ市政府との交渉時、彼は2500人の活動家を動員して、世界で最も多忙な空港の一つ、シカゴオーヘア国際空港のトイレを占拠し、操業を麻痺させる計画を立てた。その直前、彼は故意に計画を漏らし、市政府は交渉に応じることを余儀なくされた。ニューヨーク・ロチェスター市にあるコダック社の黒人雇用を増やすため、アリンスキーは同様の戦略を使った。 同志の伝統的な文化活動であるロチェスターフィルハーモニー管弦楽団のチケットを買い占め活動家たちに焼いた豆をたくさん食べさせた劇場をゲップの止まらない観客で埋め演奏を台無しにする計画だったこの計画は実現しなかったが彼は常に交渉で優位に立つため脅迫やその他の策略を使ったアリンスキーの本は腹黒い冷酷な計算高い人物を想像させる 彼の言葉、コミュニティの組織とはつまり、徐々に進む革命のことである。アリンスキーと他の左翼たちには異なる点がある。一つ目として、旧左翼と新左翼には、少なくとも彼らの理想論があった。一方、アリンスキーは、革命という理想論の仮面を剥がし、権力闘争の本質をあらわにした。彼は、コミュニティの組織者を訓練するとき、 頻繁にに受講生たたちに問いかけたなぜ組織するのかある者は他人を助けるためだと答えたしかしアリンスキーは怒鳴り返したお前は権力のために組織するのだアリンスキーの手引き書には次のように書かれている権力を欲しがらなければ道徳的ではない権力を欲しがらないならそれは臆病者だ 権力力はは善だ無力は悪だ無悪2つ目としてアリンスキーは60年代の若者のようにあからさまに政府や社会に反抗することを好まなかった彼は可能な限り制度内に入り込み内部転覆を図るチャンスを待てと主張した3つ目としてアリンスキーの最終的なゴールは転覆と破壊だけであり組織のためではない したがって彼は真の目的を隠し地域的な見せかけのゴールを提示して人々を動員した市民が動員されることに慣れてしまえばより過激なゴールのために市民を動員することも容易になる過激派のルールの中でアリンスキーは言う どんな革命的な変化も大衆の中では消極的な肯定的な非挑戦的な態度が先行しなければならない一旦汚職など共通認識のある問題をめぐって人々を組織したら人々はすぐに動くだろうここからは政治の腐敗ペンタゴンの腐敗へと自然に短期間でたどり着く。 アリンスキーから深く影響を受けた民主社会学生同盟のリーダーは過激な抗議の本質を明かしている問題はすでに問題ではない問題は常に革命だった60年代以降の過激派左翼はアリンスキーの影響を深く受けている彼らはすべての社会問題を体制に対する不満と見なし革命への踏み台とした 4つ目としてアリンスキーは政治を舞台にゲリラ戦を展開した彼はコミュニティ組織の方法として敵の目耳鼻を打撃するよう指導した彼は過激派のルールの中で述べている最初は目大勢の大衆を動員できるなら公然と敵の前でパレードをして君の力を見せつける 次は耳。もし君の組織が少人数ならば、ギデオンの方法を使う。人数を闇に隠し、創造しい喧騒を作り、君の組織の方が敵よりも多いように見せかける。最後は鼻。もし君の組織が非常に小規模ならば、敵の場所に異臭を放つ。5つ目として、彼は政治的な行動を起こすとき、人間の邪悪な性質を利用するよう強調する。 怠惰、貪欲、嫉妬、憎悪である時にアリンスキーの運動は些細な利益をもたらすがそれは参加者をさらに皮肉屋に恥知らずにする自由国家の政治制度や社会秩序を転覆するためなら彼の同調者たちの道徳が廃れても構わないのだアリンスキーがたとえ本当に権力を得たとしても彼は仲間を思いやる人間ではないだろう数十年後 2人の著名な政治家ががアメリカで立ち上がった彼らはアリンスキーの啓発を受けアメリカの文明伝統価値観を静かに破壊する案内役となった同時に1970年代からアリンスキーが提唱した無制限のゲリラ集会が流行した典型的なのは1999年にシアトルで行われた世界貿易機関に反対する集会である 参加者は吐き気を誘発する薬を服用し、集団で広場や会議場でおう吐したのである。ウォール街を占拠せよ、いや、反ファシズム運動なども同類である。アリンスキーが過激派のルールの謝辞で、最初の過激派、ルシファーへ、と述べていることは注目に値する。彼は亡くなる直前、雑誌、プレイボーイのインタビューで、死んだらあなたはどこへ行くと思うかという質問に対し、 間違いなくく地獄へ行くと答えた彼はそこで持たざる者たちを組織する。なぜなら彼らも私と同じ種類の人間だから、と語っている。 「制度に溶け込む左翼の調整」という言葉を提唱したのは著名なイタリアの共産主義者アントニオ・グラム氏である。 彼は信念で人々を促し革命を起こして合法的な政府を倒すことは難しいと考えた革命を起こすには道徳信仰伝統に対して否定的な考えを持つ大勢の歩兵が必要であるそこで彼は労働社会級の革命は宗教道徳文明の破壊から始まると考えた 1960年代のストリート革命が失敗した後過激派たちは学会へと進出した彼らは修士や博士号を取得し学者教授官僚ジャーナリストになり主流社会の制度に溶け込む左翼の調整を実践した彼らは欧米社会に深く浸透し社会道徳を維持するのに重要な制度や組織を内部から腐敗させたその組織とは教会政府 教育立法と司法機関芸術界メディア非政府組織 NGO などが含まれる1960年代後のアメリカはまるで原因を特定できずに苦しむ病人のようである実際には共産系マルクス主義がアメリカ社会に深く浸透しあちこちに転移しているのである多くの革命家が提唱した理論の中でコロンビア大学の2人の社会学者が提唱した クロワード・ピベン戦略は最も広く知られまたある程度の成功を収めているこの戦略はつまり公的な社会保障を利用し政府を崩壊させることであるアメリカ政府の政策によれば生活保護を受給する権利を持つ人は実際に受給している人よりはるかに多い。 これらの人々が集団で権利を主張すればすぐに国の予算は底をついてしまうこの戦略の裏には全国福祉権協会がある。 1965年から74年の統計によると生活保護を受けていた母子・父子家庭は430万から2倍以上の1080万に増加した1970年代ニューヨーク市の年間予算のうち28%が生活保護に充てられた 平均して労働者の2人に1人が受給していたことになる1960年から70年にかけて生活保護受給者の人数は20万人から110万人に跳ね上がった1975年ニューヨーク市はほぼ破産状態となったクロワード・ピベン戦略は危機を起こすことを目的としている つまりアリンスキーのルールの一つ敵を敵自身のルールに従わせることを実践しているのだレーニンが率いたボルシェビキ革命の頃から共産党は陰謀と策略に長けている少人数で強力な革命と危機を起こしそれを利用する同様のことがアメリカの政治にも起きている。 例えば一部の左翼の意見は過激すぎて市民の理解を超えている議員や役人が非常に極端な社会的少数派トランスジェンダーなどの権利を主張する一方多数派が抱える重要な問題を放っておくのはなぜかその答えは簡単だ彼らは真に民意を代表していないからだレーニンはかつて労働組合は共産党と大衆をつなぐ電動ベルトだと話した 共産主義者らは労働組合を支配すれば彼らの票をコントロールできると考えた彼らが票をコントロールできれば役人や議員は彼らの要求に従うしたがって共産主義者は労働組合を支配し大多数の国会議員や役人たちに共産主義的な政府転覆政策を決定させるのである W クレヨン・スコーゼンは著書「裸の共産主義者」の中で彼らが挙げた45の行動計画を暴露しているその一つはアメリカの一つまたは両方の政党を掌握することである共産主義者たちそして愚かにも彼らの代理人となった者たちは懸命に自由社会の政治経済を破壊しようとしている 彼らが巧妙に仕組んだ陰謀が数十年にわたり実行された結果共産主義がアメリカ政府に浸透しアメリカや欧米諸国では今深刻な腐食が進んでいる。